銀ギ銀ピ,ピは、イラクサカに属する皮脂植物。この他にも、銀ピ、スティンギングブラッシュ、英語、スティニングブラッシュ、銀ピスティンガー、マルベリーイコールリースティンガーや、単に、スティンガー、ザスーサイドプラント、ムーンライターとも呼ばれる。オーストラリア北東部の熱帯ウリンに自生する。英名に含まれるスティンガーに表されているように、銀ギ銀ピ,ピ全体を指紋が覆っており、 この脂肪に触れたものに人間にも有毒な神経毒を送り込む。銀ギ銀ピ,ピはオーストラリアに自生するイラノキ族の中で最も毒性の強い植物である。ただし銀ギ銀ピ,ピの果実はその表面を覆う脂肪の除去さえ行えば食用にすることが可能である。銀ギ銀ピ,ピがイラノキ族の中で得意なのは私有同種の果樹を持つ点であり、 少数の尾花とそれを取り囲むように芽花が生える。その花は小さく、充粉すると果実をつけるために膨らむ。銀品銀ピは、熱帯雨林の境界部分で早くから、群落形成を行う種である。これは、銀品銀ピの種が、土壌攪拌の後、太陽光を浴びる場所で発芽するためである。クイーンズランド州では、比較的一般的な種であるが、オーストラリア南部では、 マレナ種であり、ニューサウスウェールズ州では絶滅危惧種に指定されている。デンドロークナイドエクスクエルザとデンドロークナイドフォーティナフィラは、本種と同じ、もしくは似た名前で呼ばれる種であり、本種と同じオーストラリアに自生する種であり、本種と同じイラクサカに属するが、本種とは異なり、高木となる種である。モロイジンの構造式。 銀皮銀皮の死亡によって引き起こされる激痛の原因物質。銀皮銀皮の葉、もしくは枝に触れてしまうと、中空の二酸化ケイ素の先端を持つ毛が皮膚を突き刺す。この死亡は忌まわしいほどの苦痛を与える。アーニーライダーは、1963年に、この植物の葉で顔と胴を負傷したが、その苦しみについて、彼は、2から3日間、 その痛みはほぼ耐えられないほどのものであった。私は働くことも眠ることもできず、2週間かそれ以上も、ひどい痛みに襲われた。この苦痛は2年間ものま続き、冷たいシャワーを浴びた時には、未だに毎回痛みに襲われる。これに匹敵するものはない。他の痛みと比べても10倍以上はひどいものだと述べている。毒の正体は、トリプトファンと ヒスチジンが稀な c N 結合でつながったに、乾式オクタペプチドのイジンである。はじめ銀ピ銀ピの葉と茎から管理され、その後長期間の激痛をもたらす主要な有機化合物であることが判明した。しかしながら、指紋はアカーシアブワラビーを含む数種類の小型有体類や虫、鳥類には効果を発揮せず、葉を食べられてしまう。2006年には、 指紋は持つものの触っても痛みをもたらなさい。個体が発見された。研究者のマリナ・ハーリーは3年間、オーストラリア・クイーンズランド州のアザートン・テーブルランドで、防護服を着て、銀皮銀皮の研究を行っていた。ハーリーに最初に現れた症状はくしゃみを伴う、引きつけ、催涙、鼻水などで数時間続いた。そして、そのアレルギー症状は何度も銀皮銀皮にさらされる。 ことでさらに深刻なものになっていった。そして最終的にハーリーは入院せざるを得なくなった。ハーリーの深刻なかゆみと人麻疹は、ステロイド剤による治療が必要なほどであった。銀皮銀皮の脂肪に触れてしまった場合の推奨される治療法として、10倍に希釈した塩酸の塗布とワックス脱毛による脂肪の除去が挙げられる。もし、それらが不可能であれば、 粘着テープかピンセット、もしくはその両方による脂肪の除去が行われる。この際に脂肪を破壊しないよう注意が必要で、もし脂肪の破片が体内に残った場合、激痛のさらなる悪化を招いてしまう。ありがとうございます。